キング、リンチェプリンスヒュートリーと異性変化日本音5月に平野市洋らが脱退脱退。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング、リンチェの長瀬角と高橋海と米印。 公は、正式にははしごだかが、6月15日に放送されたフジテレビの朝の情報番組目覚ましテレビ毎週月から金曜朝5時25分からに、生出演出演。二人体制になったことでの変化を明かした。菱形金プリ、二人体制での変化を告白。 5月22日をもって、平野市洋、岸優太、神宮寺優太の3人が脱退し、CD デビュー5周年記念日である5月23日からは、長瀬、高橋の2人で活動しているキング、リンチェプリンス。2人体制になって変化したことについて問われると高橋は、歌割りが増えるので歌っていて気持ちの余裕がなくなったなって笑い休憩がないので、と本音を明かした。 ファンから届いた二人体制になって大切にしていきたいことはという質問について長瀬はやっぱり話すことですかね。会話を重ねることです。やっぱり曲を決めるにしろ、二人が一番納得して曲を出して精一杯パフォーマンスするというのは、これからも大事にしたいので、と会話を大事にしているそう。会話をする機会について長瀬は増えたよね。 10倍ぐらいになったよねから、と高橋に語りかけていた、モデルプリス編集部、情報、フジテレビ、ノットスポンソード記事、モデルプリス、二人とも熊があって大丈夫かなと思いました。潮君たちは今のうちに羽を伸ばしてゆっくりしてほしいですね。本音は早く出てきてほしいけど、睡眠時間3ケラ4時間だと確実に熊ができます。 ゆっくり早めに休んで人間らしい生活を送ってほしいです。カイトくんが10周年への目標をあえて持たない目の前のことを全力で頑張りたいって言ってて、その言葉が心に引っかかりました。今まであんなに夢語っていたのに、本人も今全力で頑張ってくれているので感謝の気持ちでいっぱいですが、身体を壊さないようにしてほしいです。 テレビを見ていてもハードなスケジュールがわかるその他にドラマや打ち合わせ取材など見えない部分でも仕事は詰まっていると思う今が大事なのはわかるけど大丈夫かな ?5 人で支え合っていたのに急に年下2人体制になって不安でしょうね2人体制になって余裕がなくなってきているように見えるのは私だけでしょうか ファンは応援しています。身体には十分に気をつけながらお仕事してくださいね。朝からお二人を見ることができて嬉しい反面あまりの忙しさに大丈夫かなと心配になりました。個人的には三人が抜けたとはいえトップアイドルには変わりないし、こんなに朝早くから出る必要あるのかな無理させすぎではと思います。二人の元気な姿、明るい笑顔を見たいので。 そう言って心配しちゃうとかえってかわいそうなのかなと思いつつゆっくりでもいいんだよ。とにかく身体とメンタルが心配です。